発熱などの副反応が多くの人で起こりますが、数日で必ず治ります。ワクチンを打つと将来何か起こるんじゃないか、不妊になるんじゃないかという心配をされているかもしれません。それは根拠のないデマです。ワクチンはあなたを感染から守ります。そして多くの人がワクチン接種すると社会全体の感染が減ります。発熱などの副反応が多くの人で起こりますが、数日で必ず治ります。ワクチンを打つと将来何か起こるんじゃないか、不妊になるんじゃないかという心配をされているかもしれません。それは根拠のないデマです。ワクチンはあなたを感染から守ります。そして多くの人がワクチン接種すると社会全体の感染が減ります。